ヤクルト巨人の神宮決戦。それでは両チーム今シーズン143試合目のスターティングメンバーです。まずはジャイアンツのスターティングメンバーです。1番センター楊大寛、2番セカンドにルーキー吉川尚輝、3番ショート坂本勇人、4番はサードマギー、5番ライトに長野、6番キャッチャースタメン3試合目の宇佐美を入れました。7番ファースト今日一軍21歳岡本、8番レフト2年目の重信、そして9番ピッチャープロ初先発は中川です。20代の若い選手5人を使ってきた高橋由伸監督です。来シーズン以降先発ローテーション、そこに入ってほしいという思いの中での初先発中川浩太です。一方東京ヤクルトスワローズの今シーズン最後のスターティングナインです。1番センターリードオフマンの坂口、2番ファーストに荒木がスタメン、3番セカンド全試合出場の山田哲人、4番ライト最後に帰ってきてくれました雄平が入ります。5番レフト32ホーマーのバレンティン、6番キャッチャー中村、123試合目のスタメンマスク、7番サード2年目の広岡大志、6番ショート今日はベテラン大引きに託します。そして9番ピッチャーは4試合目の先発ギルメットです。さあ最後の真中采配、この目に焼き付けましょう。今シーズンの最終戦、2017年の最後の神宮のマウンドに先発ギルメットが上がっています。真中監督はラストゲームに先発4試合目のギルメットを起用しました。真中満監督最後の一戦、3年間の集大成です。高橋由伸監督率いる巨人を迎えての神宮決戦、今日はすでに全てのチケットが売れて超満員が予定されています。現役時代からしのぎを削り合ってきたこの高橋由伸監督率いるジャイアンツと最後の一戦を迎える46歳の真中満監督です。3年間の集大成、2017年最後のプレーボールの時をいよいよ迎えます。